めちゃくちゃうまそうな油淋鶏、どうですかこれ。この鶏めちゃくちゃ美味しそうに仕上がりましたで、めっちゃうまそう。はいはい、毎度でございます。ということで本日も楽しい楽しい一人晩酌の時間の始まりです。ということでね、まずはビールをパシャッと開けてね、まずは乾杯でいきましょう。ビール入れてね、乾杯でございますね。毎日毎日暑いよね。ということでまずはビールで皆様お疲れ様でございました。乾杯でございます。うまいな、この叫び声がたまらんわ。言うで、今日はね、何すんねんやったらスーパー万代さんで見つけました。 20% オフ油淋鶏っていうの、これ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 油淋鶏で、こういうのがあってね、これね、フライパンだけでお手軽クッキングようなんで、手抜き料理にぴったりようで、今日はこの油淋鶏これ作っていこう。その前にまずはこのね、タケノコで晩酌いうでね、タケノコをいただきます。うん、お母ちゃんの味いう感じやな。お母ちゃんというよりもおばあちゃんの味いう感じやな懐かしいな。うん、これでビール入れてね、タケノコにはこれでビール。いや、作っていこう。まずはね、これを開けるんやけれども、ここにね、一応こういうソースがついたんです。まあだからこれソース、これソースは後で和えるんやね。後で和えるやつ、あれ破れてもた破れてもたソース、こんなやつでございます。要はね、これは唐揚げができて、唐揚げっていうかフライパンで、今日はね唐揚げやねんけども、フライパンでできると書いてあるから、ちょうどこの作り方、フライパンに1センチほどの油を引いてよから、ここにね、フライパンに1センチほどの油もう引いてある。それで熱してあるから。あとはね、これを揚げて、それで完成間近にこれをかけるってことだよな。うん。ということでね、ちょっと1個じゃ足らんかな思って2つこれでやった。もう1個開けよう。はい、ということで2つ開きました。ということでね、大盛りですかこんな格好になっておりますんで、早速揚げていこう。ということで、ほんな早速揚げていこう。いくよー。これね、まあ、味付けついてあるようでね、一応こんな格好になっておりますということで、あげるよー。うわー、ええー、感じ。うわー、この音がたまらんな。うわー、ええー、音ええー、音、ナイスな音でございますな。おいしそうやなー。うわー、いっぱい上がるぞ、いっぱい上がるぞ、いっぱいいるよ、いっぱいいるよ。よっしゃー、ええ感じやな。手軽にできるっちゅうのはいいよね。うん、こんなもんでいいですか。これでもうとりあえず全部入れとくか。全部入れとったこれでやろう。よっしゃ、おいしそうに仕上がってるからね、ちょっとその間にしいたけ、しいたけちょっと、なんでしいたけ、たけのこやいただきます。なんでしいたけ言うだろう、よくわからん。今日も焼肉しようかな思ってんけど、焼肉ばっかりな思っとって、この油淋鶏、名前読み方分からへんねん。油のなんちゃら油淋鶏でええんかな。うん、なんせお手軽クッキングフライパンで簡単にできるって書いてから、これは買わなあかん。あーうめえ。ぼちぼち返していいか、ぼちぼち返す。ちょっと早いんかしら、こういうねフライパンでさ、何ていうの、こういう天ぷらちゃうわ、唐揚げか、作ったことないから分からへんねんけど、このぐらいでええんかな。これでもあれやな、天ぷらっていうか、こういうの揚げ物がフライパンでできると便利やよね。ちょっと口出なかった。でこれ返す、でこう返すね。シャ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 、じゃあええ感じやね、おいしそうやね、ええ感じに上がってるね。このこういうフライパンでやんのって揚げ物やったら初めてやけど、こういうのもええよね。いつも何やった、ミニグリルちゃうて、ミニグリルはホットプレートや、何やったっけ、コンパクトフライやったかな、あれやってるけどね、あれもあれで便利かなと思うけど、こっちの方が広いもんなね。えタケノコ、うん、
あんまり油も使わんでいいし、経済的。そうやし、深い鍋ちゃうから安全性も高い。なんやねん。でもね、タケノコ終わりでホイでビール。ああ楽しみやな。ぼちぼちできてきたからちょっと揚げよう揚げよう揚げましょう揚げましょう。いい感じに仕上がってきてるで。うまそうじゃないの、うまそうじゃないの。簡単クッキング、簡単クッキング、ええ感じやね。できましたね、できました、できました。あとこれちょっと盛り付けしよう。よーし、こんな感じで盛り付けできたね。できた、できた。ということで、あとはね、このさっきの一番最初に取ったソース。ソースソースか。これちょっとかけていこう。ソースであえて。で、ちょっとネギをかあの回らして、やったらできた。めっちゃうまそうにできたぞ。めちゃくちゃうまそうな油淋鶏。どうですか、これ。この鶏、めちゃくちゃ美味しそうに仕上がりましたで、ね。めっちゃうまそう。ではでは早速いただきます。ということでね、いただきましょう。こんなん作るの初めてやけどさ、めちゃくちゃうまそうな香りがするんだよこれ。どうよどうよ、ほらめっちゃうまそう。いただきます。うん、これは最高にうまい。これで見る。うめえ。これは酒のあてにもええし、ご飯のお供には最高やわ。うん、ちょっとねネギ加えるだけで全然うまい。このうまさが変わってくる。うん、また唐揚げとは違うんだよな。うん、ちょっとこの甘酸っぱいソース、それとこのアクセントのネギ加えてきたら正解。うん、で下味つけてくれてるから、ほんまね、煮てもだよ。揚げただけやろ。揚げて、揚げ、あれちょっと、揚げて、そっから揚げて、何やねん。天ぷら油から揚げて、ほいで、何じゃ、ソースかけて、ネギかけただけやからね。めちゃめちゃお手軽やろ、これ。本日の食材、スーパー万能線でございます。うまい。うん、あ、ビールが、ビールが似合い。おいでビール。ああうまい。ということでビールおかわりいただこう。ということでビール取ってきたんで、ちょっと開けてビール入れましょう。ビールビールビール。ということでね、酒のお供にはビール、あ違う違う違う、酒のお供じゃん、あてのお供にビールや。ビール、ああうまいな。うん、これうまいな。油淋鶏、発音間違ってたらごめんね。だからさ、ね、一番最初に見てもね、油の揚げる鳥さんって書くの、いやよう分からんけど。うまいな。うん、普通の唐揚げと違うて、このうんソースっていうのかな、これがええわ。でこの唐揚げだって絶妙に下味つけてくれてるから、下味ついてんねん。軽く、うん、塩コショウとかそんなんじゃないんやけども、この下味ついてるからね。ネギ絡ませて、これほらめっちゃうまそうやない。うわわ落ちたよね。ネギ絡ませて、ちょっとこれやっぱりネギ貼った方がうまいわ。うん、ほらいただきます、いただきます。うん、このほんま酢豚じゃないんやけど、このタレが絡まってる揚げ鶏うまいな。こりゃうまい。うん、たまりませんな。ほいでビール。あーやめられへんわ。ということでじゃんじゃん行こうか。もうパクパク食えるよ。ほんま、ええ年でそんな食うな言われねえけどな。たまらんわ、うまいわ。
うん、ほんまフライパンね、炙っただけやもんな。めちゃめちゃ便利。あのシリーズは今まで買うてなかったな。あの、さっきも言ったと思うけど、スーパー万代さんでございます。うん、これはお弁当のお供にも、ご飯のお供にも、酒のお供にも最高でございますね。これでビール、うめえ。これでビールよな。ビールもなくなったらビールを入れる、これが酒飲みのルーティンさ。そういうことで、もうなんやかんやでパクパク食べれるわ、ほんまに。このね、小粒に切ってくれたのが一番最高やね。今自分でで小粒一口だ。うん、うまい。んで、説明書にも書いてたけど、このね、白ネギ、長ネギ、こういうの添えとったらね、全然やばい、風味が変わる。うん、うまいな。これ白飯やったらだいぶ飯食えるで。唐揚げはみんなね、あの人気やけれども、この油淋鶏、僕今まで最近まで読み方知らなかったけど、油淋鶏っていうのもう、あの一応定着してる料理なのね、庶民的には。庶民的には、庶民のくせに知らんで、あまりそういうあの手間にもかかるようなもん作れへんかったから。でも今日フライパン一つでできるっていうのを見て、でこうだよね、これ手軽やね。ほいでビール、おまけにね、見てもらって 20% オフでこうだから、めちゃくちゃお買い得。ほいでビール入れてこう。あれ、もうビールないぞ。あらららら、うん、なくなってもった。ビールはすぐなくなるな。ちょっとでも何やかんやで週末や、うまかった。ちょっとだいぶこれ凍ってきてさ、こればっかりこうでもよかったな。うん、面白いわこれ。うん、唐揚げよりも手軽。うん、ええー、揚げ具合になってるわ。ちょっと長いかなとか思うで、いろいろ噛んで、今まで結構失敗してるから、最近絶妙のタイミング分かってきた。うまい、おいでビール。ほんま食えるね、ほんまに。あんだけのカラッと揚げたやつ、もっと脂っこいかなんだけど、そうでもなかったな。この酸味が効いてるタレがうまい。うん、いただきます。うん、これは今まで一人晩酌になかった、どうだよ、鶏からのこの酸っぱいバージョン、酸っぱいバージョン、ちゃうちゃう、何やねん、ちょっと味付いた、あの、さ、酢豚のサラサラバージョンみたいな感じ。酢豚ほどはドロドロしてへんねんけど、なんかサラッとしたああいうちょっと酸味の効いたタレ、これうまいな、うん、ほんまお手軽料理ええよね。手抜き晩酌最高ー、いうことでね、おいでみーよ。あー、回った。ということで、本日の手抜き料理、スーパー万代さんの油淋鶏でございました。ということで、また皆さん興味あったらスーパー万代さんに行ってみてください。ということで、本日の一人暮らし大満足でございました。ごちそうさまでした。